当に伊藤選手はもういろんなデッキを使いこなせるんで、もう本当に岡井さんとしては一旦目何を置かれるかなっていうのはかなり注目ですよね。神の優位性があまり感じないって言ってましたねそうですね、確かに。いやそういうちょっとめんどくさいというか難しい相手との対局となっています。先行は神岡井。あ、先行かどうか分かんないですね。ダイスロール勝ったのはまあまあけどまあおおむね。さて札の方ちょっと画面から切れてますが、問題なくキープできそうな、お互いキープしたという形ですかね。がっちり握手して、この写真撮影も神決定戦ならではといいますか、ほとんどないですよね、この構図がね普段試合をする前に写真撮影さあ行きましょう。山セット、ああいいですね。まずはボーマットの球史、一発殴って赤いデッキだということが判明したのは、挑戦者伊藤にとってはまずはいい情報か。さあそしてこちらはかなり意外性ありそうですよね。まずラノアールエルフからスタートしているということで、次のターンにはもうタフネス4がポッと出てくる。まあ、やっぱりこのラノアールのエルフはミドタンを支えるといいますか、1ターン目の有無は全く動きが違いますからね。もうそこに錯覚打つしかないという状況ですね。フォーマットの球種も通していきます。まあ、ここまではまずは結局はクリーチャー出したいですけどね。そうですね、まあけどここまではいいんですが、この2マナ駅、M19 から新しく加入したカードなんですけど、こいつは赤にはかなり強いと。これ絶対に球種通さないマンですもんねそうですね、で仮に除去を打ったとしても1-1のトークンが残るので、はい、さあここは一旦ピアナラーでの展開、ダメージを通すというところが、これ3ターン目なんですが早くも黄色信号が灯っています。こっからの展開もやはり徐々に徐々に緑白アグロの方が押していく状況になっていきそうですが、まあ、ただ最近は赤いデッキも中盤戦後半戦のカードはもう他の色に、うん、負けないというか、まあ、もう勝りまくってるぐらい優秀なので、まあ、ここから赤いデッキの、再燃するフェニックスですとかハゾレトですとか、栄光をもたらすものチャンドラあたりが出ればペースが握れそうですけどね。ただここで小太刀置かれたことでタッチしろっていうところが ねちょっと見えてきたのが、普段あまり対戦しないデッキタイプというところですね。このターンは3ターン目キラーの新号これの設置になりました。登場は3です。ここまでだけで見てるとちょっと普通のミドシロアグロ、あの鉄用のチャンピオンとか入ってなくてミドシロもうちょっとまんべんなく入ってるようなリストに見えてもおかしくないので、もうちょっとデッキの全貌が分かるまでは時間かかりそうですね。さあそういう意味でもこの白マナの行方お買い考えます。さあちゃんと4マナ目ありましたね、うん、ここでどのようなアクションができるか。ちょっと伊藤挑戦者伊藤側もだいぶ落ち着きましたね赤黒やんとまあまあそうですね、想定内の出来ということで、うん、さあここでしっかりコストがあるかチャンドラ。さあこれはしかし使い方難しいですね。うん、単純に貯めてきましたかね、マナを出しましたね、うんうんうん、ここでタカリア赤黒を支えるカードの1枚、これでようやく副官突破できるようになるかなぐらいな感じですかね。そうですね、まあちょっとキランゴがいるので、おお、しかし、うん、うわここで束縛刺さる、これ1個チャンドラープレイできなくなります。赤黒にとってあのおまけみたいな能力もかなり強いですからね、うん、これ結構4
端なカードを散らしてきてるっていうのはなんとか、そうですね、一つによってないんで、うん、刺さりにくくはなっていますが、ただそれでも手札の寄り方によってはかなり影響が出る。かなり防御的に動けますねこの緑白。さあただこのターンの岡井さんの展開次第ではちょっと守りが一気に突破されてしまう可能性もあるので、うんうん、現状イバラの副官に頼り切ってる形になります。そうですね、キラーに登場ができないので。さあ土地は5枚目となりました。おお、ね、ここでいく。これはもう九死使うターンというふうに判断しているのか。あーチャンドラーかぶってた。ここで3枚の手札、フレッシュな3枚を手に入れます。ここで4マナで動けるのでかそう。これはあーハズレと、これ次のターンにはもう殴り始められる準備できてますね。そうですね、手札を捨てまくれば。ただ伊藤選手も2枚目の束縛はありそうですかね。ただちょっともう周りのやつらだけでも結構ダメージが通り始めてるんで、うん、この重いカードにはしっかり対処できてるんですが、この間にダメージが今ライフが14対20ですかね。はい、14対20になっています。ちょっと画面の表示がね止まっていますが、体力推移こちらで口頭で追わせていただきたいと思います。これ2枚目の束縛も刺さってますが、結局クリーチャーがちょっと出せてないのでタカリアがだいぶ暴れそうっすね。そうですね、ちょっとそこの部分、そして飛行も止まらないという状況になっています。キラの新E号が起動しません。ここで岡井選手が追加戦力インパクトのカードを追加しながらタカリアと、うん、飛行機械トークンでさらにダメージを積み重ねていけると理想的な展開ですけど、うん、このターンがパンプだけとかだと、伊藤選手にも十分まだまだチャンスがありますね。さあうわしし栄光をもたらすもの、飛行戦力がマジで止まらなくなってくる。全部いきましたね。あここで起動しました。10点、最低でも7点は入りそうな。ターゲットに取ったので11がここに出てくるということですね。ただこれもうブロックしないとしょうがないか。今ライフが14なので、このまま10点通してしまうと残りが4、かなり危険水域に入ります。いやここ全くちょっと盤面が止まっていないので、かなり厳しい挑戦者側となりました。ちょっとキラーカードを束縛でね毎ターン毎ターンかわしてた、かわしてはいたんですけども、ね、やはりリアクションよりアクションの方が強い。そこの面きっちり攻められています。受けて7、ライフは7です。さあこのドローでなんとかできなければというところなんですが、ちょっと攻めるカードをとりあえず、ただこれは結局タカリアが止まらない。ああ確かに問題なく殴れてしまう。今コメントでご指摘があったんですけど、トークンは対象に取った時点で出るから、一応2、3と1、1が一瞬並んでる瞬間があった。まあ、ただあのトークンの出し方見てたら分かったと思うんですけど、多分そういう感じに、もう除去してからでしたもんね。そうですね、死んだ後に出たみたいな感じにしてたんで、多分そういう発想が思いつけなかった。さあこれも独特な雰囲気、カメラのフラッシュもたかれています。さあ挑戦者伊藤、これは押し切られる形になってしまうか。怪しく5マナセットしている、怪しい。もう1枚か。まあけどなかったとしても盤面だけで一応足りてはいますかね、うんうんうん、ライフ4しか、あ残り7ですか。7ですね、7だと 1,2,3,4,5,6 点、1点足りない、うん、現状ちょっと画面のライフ表記
止まっていますが、こちら7位になっています。まずはサイクリング、今ライフが20対7ですね。岡井選手20の伊藤選手が7、はい、ちょっと挑戦者側全く攻めれていません。防戦一方となっています。もうこれタカリアをブロックするしかないので、どれでブロックしたとしてもピアナラの能力でプラスもありますし、うんうん、そもそもキラに乗ると多分致死量ありそうですね、うん、ちょうどですね、残り7だったらピアナラのブロックを阻害する能力もあるので。さあ戦闘前に特に使ってこなかったというところもありますが、これは明らかにピアナラの軌道をちょっとカウントしてますね。何もサイクリングもせずに、まあ、あの追加の土地があったからちょっとそれ次第ですけど、うん、もう1枚目の今セットした土地が元からあったんだとしたら、サイクリングせずに全般すると相手結構選択肢がなさそうでしたけどね、うん、その場合はもうさあこれだとパンプして相打ちですね。はい、さあキラン退場、これでようやくちょっと盤面落ち着きたいところなんですが、栄光をもたらすものが次のターンから再び行動を開始します。タカリアも帰ってきますからね、ちょっと対処しなければいけないカードがあまりにも多い、うんうんうん、さあ伊藤最後のサイクリング、これで打開策を引けなければというところなんですが、さあアタックいく、なんだそのアタックというところですが、ここで5点受けます。さあタカリアターンエンドに回収して、この盤面再びの受けというところをちょっと見ていきたいところですが、九死追加、さあラノアールエルフ取り除かせて、ここはまずは神が一本選手、いや先手なのも相当大きかったですねそれでも伊藤選手が対処している間にもダメージが積み重なってっていうゲームだったんで、うん、先手後手が入れ替わるとまた違った展開になってそうでしたが、今シャッフルが終わったとこですかね。はい、もう大迫コピペまで来る、ね、ジャバオッキー半端ないってって。ジャバオッキーさん本当にそのレベルめっちゃ5-0普通できんやって僕も思ってさあ2戦目となります。こちらは、先ほど敗れてしまった伊藤選手が先手後手決めて、手裏見えていきます。土地多めですが、これ増産スタートって感じですかね。いや剣羅です、ね、あ剣羅か、立て直しの剣羅と白緑の分割カードと土地が5枚、1枚サイクリングランドではありましたけど、ちょっとやっぱ序盤のアクションが弱いのが気になりますね。さあセットランドお互い7枚キープというところまで見えています。さあそして対する神岡井、もうほぼ完璧でしたね、まあ、タップインがちょっと、今の手札だと1枚多かったですけど、まあ、土地とそしてクリーチャーのバランスというところは、まあ、序盤で遅れてもなんとかパワーで押せるみたいな、こんな感じですかね。もうしっかりキラン、ゴブリンという流れは、黄金の流れはできてたので、さあこちら立て直しの剣羅からのスタートを見て、まあ、先ほど出てないカードではありますが、やはりクリーチャー主体のデッキだということはもうすでに確認済み。キランからのスタートです。さあ伊藤選手はちょっとまだ土地ばかり引いている感じですかね。さあまずは剣羅殴ってとりあえずのというところなんですが、ここでサイクリングエンド、かなり厳しい動きになっています。もう単純に動きがあまり良くないっていうのが神に伝わる、そんなターンになりました。
まあ、やっぱり緑のデッキって3マネ駅はかなり強いですからね。鉄4のチャンピオンもちろんロナスもいますし、まあ、何出てきてもおかしくないですよね。そんな中でのサイクリングエンドっていうところにどう考えを巡らすのか。伊藤選手もけど極力手札がバレないようにはしてましたけどね、土地を置く前にサイクリングして、うん、その3マナ目がなかったかもみたいな風には対戦相手からすると見えるような動き方はしてましたが、まあ、ちょっとでも誤認させたいですよね。まあ、その3マナ目あるんだったらそのサイクリング置けよっていうね、そうところもねもちろんあるんですけども、でも少しでもやはりっていうところで、さあここはアキラン一発殴って、これはもうサイクリング一回挟んだ影響が大きい。これ最高ですね。今多分タップインもしっかり消化できたんで、うん、次のターン4マナ剣も出せることが確定っていうのは、初手から外れとありましたし、多分途中でフェニックスも引いてたんで、次からまた重量級の打線が、はい、まあ、そういう意味でもここでアクションを起こせなければというところなんですが、鉄用のチャンピオン、これはなんとか引き込んだという形になります。いや、このカードもね、いやすごいですね。最近鉄用ストンピーってデッキの名前になっちゃう354っていうスペックもさることながら、これかなり受けにくいカードになってますので、まずはこれとの付き合い方を考えなければいけません。最近になってこのパワーが2以下のクリーチャーによってブロックされないっていうのは、青タンストームっていうデッキが流行って、うん、はい、まあ、そのデッキはサイをかなり軸にしてるんで、うん、トークンがすごいいっぱい出るんですけど、それも全部スルーできると、ね、さあ孫根3コスト鎖回しと、もうこの動きもいや全部下がりました。もう見慣れはしましたが、やっぱりおかしいなぜこんな挙動になるんだと。いや、これ魔導士採用する意味ってやっぱりこういうところに出てきますよ ね。 そうですね。本来であれば鉄用全くもっていいアタッカーブロッカーになるんですが、これもう攻めにくくまたなってしまいます。まあちょっと手札次第ですけども、あんまりたかりやすさえ通したくないような、うん、ちょっとねキランで攻められてるところも含めて、この先のゲームプランが立てにくくはなっています。さあ早くもここまで体力が削られているこの状態、先ほどもタカリア通してライフで受ける、ここで鉄用のチャンピオンを失うと元も子もないということか。まあ、一応手札の顕在的防御を使うと守ることはできたんですけど、それよりも今ダメージを通すことを優先して、ちょっともはやラストチャンスぐらいの感じですが、ここでビッグアクションを起こせないとかなり辛そうですね、挑戦者。そうですね、手札にまあ巨大掛けの呪文いっぱいあるんで、どう使っていくか。そもそもキランも止めなきゃいけないっていうところの課題が結構重そうですね。そうですね、飛行は依然として全く止まってないので。さあ伊藤元明、ここからの対処手段に恵まれているのか否か。かなり土地の多い初手からスタートしましたんで、そこのところも不安ですが、どうでしょう、じっくり考えます。単純に赤黒アグロ攻め方が多角的ですよね。いろんな角度で攻めてくるのがかなり受けにくい感じになってますね。今あのクリーチャーしか出してない、殴るカードしか出してないんですけど、なぜか相手の妨害もこなしてるっていう、うん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 、顕在的防御は単純にタフネスが上がるんで、戦闘で一方的に勝利してっていう話ですね。タカリアが上から打ち取れるような形になっているというところですよね、鉄矢のチャンピオン使うことで。残念ながらこの能力、鎖回しの能力は防げないです。マイナス1は乗っちゃいますけど、こちらはターゲットを取る能力ではありません。
さあ殴り続けることを選択。ここで緑地帯の暴れ者3マナ払って場に着地という形になります。さあ先ほど見た感じだと岡井選手手札にもまだまだ余力がありそうですが、まだ伊藤選手のデッキの細部をどのくらいまで読めるか、まあ、潜在的防御は多分ある程度視野に入れて動くと思うんで、まあ、このカードがまずは軸となってというところですよね。戦闘トリックに関してはそうですね。また潜在的防御とあの白身の分割の決定的な違いはライフリンクがつくところで、あの白身の分割は本当に珍しいカードなので、ちょっとここら辺で攻めているっていうところ、なんで攻めてきたんだろうっていうところまで考えが巡ると読めるかもしれないがぐらいな感じですかね。そうです。一応盤面 3,4 が出たことによって、暴れ者が出たことによって地上は結構止まってるように見えるんで、そこまで読ませないような、伊藤選手としてもそんなに不全なアタックではないので、岡井選手があのカードを読み切るのは難しそうですが、さあここでピアなら ここもすぐキランに登場できるというカードになります。そしてすぐさま行く、ブロックされない効果、できない効果、これは決まったか、どうだ。ここで種明かしをするしかない手札、潜在的防御呪言をつけて能力をとりあえず打ち消した形になります。さあキランが着々とあと一発圏内までライフを押し込んでいます。しかし、難しいですね。結構いろんなことができそうな手札ではあるんですが、今回は結構殴るとも不自然さが見え見えなのでまあ、しっかりね受け通すとか受けるとかそういう判断はしやすい状態にはなってますよね。そうですね。岡井選手の方がライフにもかなり余裕がありますし、相手のコンバットに対してちょっと揺さぶられづらい、もうちょっとライフが少ないとブロックしたりとかあるんですが、さあ伊藤選手はしかし手札のカードをどう使っていくか。手札には白緑の分割カードが2枚あるんですけど、もう1枚進化タイタン、これまず読めなかったですからね。僕も読めないんでずっと白身と分割すいません全く読めないさあこのカードが今多分手札に2枚、いきましたね。いやただこれは明らかに不自然なアタックにも確かに見えますね。ここはね、そうなんですよ。もう本当に変なカードがないと、まあ、ただ1本目のアタック、最後のアタックがそこで布石になってるかもしれないですね。最後はあの思い出アタックに見えたかもしれないですけど、これもそう見えたとしたら1本目のアタック大成功だったんですよね。なるほどなるほど、まあ、最後にただアタックしてきただけかなと 見えてたら、伊藤選手の1本目のプレイングが光っていると。さあこのアタック、思い出アタックでは実はない、全くもって違います恐ろしい、1本目とは全然違うっていう、今度はすごく意味がある。いやここその1本目のアタックかなり良かったですね。そうやって考えると本当にすごいですよ。結構神がかり的な。さあいった、まずは鎮火。これがキランの新囲碁を上から取れるサイズになります。プラニプラニ、そしてライフリンク。
君の1マナ何もできないよねっていうところまで加味しての一発。まあ一応キラの信号を探るとライフの回復だけは防げますかね。そうなれば返しのパンチの一応余韻も見えてくるか。またこのカードアンタップもするので、なるほどなるほど、キラの信号がここでいなくなると地上がちょっとまた止まってさあこれは解決、うおー2発っていうようなねリアクションになってしまいますね。これは鎖回しも上から取れる、プラスにプラスに偉すぎる。これは冷静に生贄取って、さあこれで片方の回復は防いだんですが、6点回復ですかね。6点これで10、2桁に復帰します。開始のパンチではまるで足りていないし、殴れもしないキランの新異号がバカラ退場。これは素晴らしい効果になりました。読めないですよねこのカードそんなカードが飛んでくるかと。いやこれブロックに回ったのがむしろきつい。うわー、さあ神お買い。いやーしかし盤面止めるのはこのハゾレと、手札は1枚となっています。お、これ直接行きましたね。まあもうこのターンの、まあ、両方通すとハゾレの能力だけで死んでしまうので、まあ、少なくとも1体はブロックに回さないと厳しそうですね。さあタカリアもちょっとピアナラのバックアップがあるので、なるほど、ちょっと受けるわけにはいかない、倒しておきたい、少しでもカードカウントを減らしておきたい。まあ当たり厳しいですね。ここ相打ちに取ったとしてもどん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 劣勢にはなっていくので、うんうん、いやー先ほどの鎮火2発によって状況が一変しました。今回の神決定戦といいますか、神決定戦に関しましてはデッキリスト、我々はねすでに対戦が始まってから公開されているというところもありまして、確認することができるんですが、当然この神にそして挑戦者に関しましては確認することができません。緑の剣は6マナですね。さあ先ほどの鎮火2連発によって状況は一変しましたが、おかゆ落ち着いています。さあこれが帰ってくる、バフも乗る、これ4点乗るんですかね。そうですね、プラス4入って一気に8点ですかね。さあしっかりゾンビモードを用意されているということで、この8点は素通りになります。鉄夜のチャンピオンの効果です。パッと見盤面だけで足りてそうですね。タカリア墓地から戻してピアナラの能力でブロック不可能にして、ハゾレットでディスカードしてちょうど10点に見えますが、今盤面のクリーチャーだけで8点あるので、まずはハズレットを起動して、これ手札捨ててですね。でこれで伊藤選手のライフが8にで墓地からタカリアを戦場に戻して、ピアナラのブロック不可能力を使って、さあこの手順5678、2点追加の10点をこのターン削って、最後の攻めもねワンチャンみたいなところあったとは思うんですけども、あそこブロックしてくれないと、ま、あ、いやブロックはそもそもできない状態だったので、
最後ですか。最後ですよね。最後そうですね。もうブロック、あ、まあ、難しいです。あそこただ待ってるだけでももうハズレたにずっとやられちゃうんで、そうですよね、どん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 劣勢にはなってしまうので、うんうん、まあそこを殴るのはしょうがないと思います。あの方がワンチャンできるというか最後に、何かトップできた時とか、まあ、相手が手順をミスした時にっていう希望が生まれる。うんうんうん。次のターン、まあ、仮に2体起きてたとしてもハズレットに殴られて1体減っちゃってっていう状態になっていくと、どん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 厳しい状態になっていくので、あそこからクリーチャー減り始めたら多分もうどうやっても逆転できないと思うので、うんうんうん、はい、ということでこの神は3戦目3本目からサイドボードを採用することができます。まずは神岡井選手のデッキリストを見ていきましょう。岡井選手はけど本当にちょっとコントロールにかなりカードを割いてる分少し入れるものが少なめになってますね、うん、ちょっと細かい状況も結構サイズに対抗できるカードではないっていう感じですよね。 そうですね、そこの部分でサイドボーディングは確かにしづらい、うん、あんまり喜んで入れたいっていうカードがなさそうには、大災厄とかも入れると思うんですけど、逆にメインボードから抜けていくカードっていうのはどこら辺になりますかね。メインボードもそんなに不要なものがうんうんうん、まあ後手だったらボーマット減らしたりとかあり得るかもしれないですけど、まあ、そんなにサイドボードで入れ替えたいカードがそこまでないので、うん、まあ、そこのところに関しましてはまあおおむねメイン準拠という形ですね。そうですね、まあ、後手だとマナクリとか確実にこれで負けられ、マグマのしぶきはさすがにちょっと範囲が狭すぎるので入れられないですからね、まあ、マナクリ殺すにはいいんですけど、うん、まあ、だから本当にそのままで基本そのままでいくんじゃないかなと。刺さるカードケンラとラノアルエルフ、ケンラ、まあ、マグナマグナのしぶきでリムーブあるかっていうぐらいですよね。ケンラは見てるんで少し加点はあると思いますけどそれでもあんまり入れたくはないと思うのでまあかなり好意的に解釈してというところですね。そうそうですね。さあ対して挑戦者側のデッキも見ていきたいと思います。お、こちら一旦戻ってきましたね。まあ、もう始まりそうってことですかね。はい、挑戦者側のデッキお願いします。さあこちらに関しましては結構デッキリストが変わりそうですかね。そうですね、あの従者の献身ですか、はい、あのカードもクリーチャーにライフリンクをつけてくれるので、うん、あとはイバラの副官の追加とセラからの翼、うん、はい、まあ、先ほどまでちょっとなかなか攻撃もブロックもうまくいってなかった馬にそういったエンチャントをつけて攻撃していけたら理想的な展開になりそうですが、まずツタクサヒンバメインから4取ってますからね。そうですね、ここを生かしたいところですよね。次もおそらくは先行からのスタートというところになります。結構もうサイズで押し切れるのかなっていうところが事前のデッキリスト見ていて思ったんですけども、はい、それでも赤黒アグロが押し込む形になっているのがもう現環境を象徴するといいますか。そうですね、昔はやっぱこういうマッチアップだと緑の方がでかいみたいなイメージがあったんですけど、今は赤黒も全然負けてないっていう、単純にでかいっていう、ね、クリーチャーの質で全然劣ってないっていうすごい時代ですね。まあ本当4マネ駅がそれを象徴してるんですけど、まあ、緑のツタ、ヒンマですか、ヒンマはもちろん強いんですけど、赤はもうハズレとチャンドラフェニックスですからね。はい、まあ、特にそのヒンバがちょっとあのフェニックスとかハズレトに対してはちょっと直対した時に弱いんで、はい、っていうのは僕も調整中にいろいろ感じてたんですが、まあ、やっぱり同じスピードで出てくるからこそぶつかり合った時のね、見劣りというか、はい、そこの部分が出てくるということですね。なんか何かしらのバックアップが必要なカード対単体で十分なカードっていう構図にはなっちゃうので、さあそういう意味でもこのサイドボーディングがしっかり刺さるかどうか挑戦者側の戦果に影響する形になります。サイドボードエンチャントをかなり入れてるんで、うん、馬は残しそうな気はしますけどね、うん、エンチャント3枚入ってますからね、そのクリーチャーにつけてな、なんぼみたいなエンチャントが3枚採用されてるので、うん、岡井選手の方ちょっとサイドボーディングにマグマのしぶき若干残って1、2枚残ってる感じだったので少し入れてるって感じですかね、うん、さあそのバランス感覚も試されるこの緑白アグロとの対面。ただどんな相手が来てもいいように普段のトーナメントと同じようなデッキリスト、そしてブランドはジャバオッキーというそんな神岡井となっています。うん、まあ、確かに赤黒と赤タンで多少違うかもしれないですね。うん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 、
感に関してはまあでもそれでも入れそうな気はしますけど、まあ、単純に2、3が偉いっていう感覚も若干ありますかね。どうでしょうかね。難しいですね。実際抜くカードはかなり少なそうには見えますね。ケンラとかは本当にそのエンチャントとかに変えて終わりぐらいかもしれません。なるほどなるほど。ロマスも少しは減らしそうですけどね、結構さっきからロナスが起動するビジョンもねちょっとあまり作りにくい状況も続いてますね。まあ、ちょっとロナスの枚数次第でもありますけどいろんなエンチャントとロナスとかいろいろ考えると牝馬はかなり残ってそうでは、さあ挑戦者伊藤の今日までの進化が問われるこのマッチアップとなっています。ちょっと電動の三原さんと4日ぐらい調整したってお話ししてたんですけど、もう先週たまたま三原さんとお会いしたんですけど、はい、まあ三原さんは日本選手権に向けて、伊藤選手はこの大会と RPTK に向けてお互いスタンダードをやりたかったということで、逆にちょっと自信損失してないといいですね明日に向けてそうまあこのデッキ多分使わないと思うけど、まあそうですね、この白身は本当にかなり神用っていう感じはしますけどね、まあ、いろいろなデッキを試す中でっていうところですよね。さあここまではあまり好調な面を見せられていない伊藤元明、ちょっと手札もクリーチャーがほとんどないように見えましたね。結構サイドボード5はさらに減ってしまうような追加したいカードがねクリーチャー以外というところが大きいですかね。そうですね、ここはマリガン選択します。ニッサとかも入れてますね。さっきから結構グダルというか、まあ、そういうゲームになっている自分のリソースがなくなっていくっていうところをちょっと意識したんですかね、まあ、サイド後は相手も重くしてそのミッドレンジみたいになるっていうのも加味してのことだと思いますが、なるほどなるほど。さあこちらはもうバッチリたかりや鎖回し、そういったハンドキープです。いや本当にクリちゃん質がいいですパワー3って2ターン目から出しちゃダメっていうしかも戻ってきますからねタカリア。そうなんですよね、最近だからタカリアを意識して黒いデッキは1マナのインスタントで代謝の無色のクリチャーを追放して、はい、その分パワー型フネス分ゲインっていうカードがサイドボードによく入っているぐらいタカリアはすごい、まあ、対処しないと本当にそれだけで終わりますからね。そうですね。さあ岡井選手のスリーブ実はあれハレルヤスリーブなんです。あ、そうなんですね。実はすごいちっちゃくハレルヤって書いてあるんですけどかなりねあのカラフルなというかグラフィカルなスリーブになっていますが、さあこのハンドをキープするという形になりました。ちょっと序盤は、まあ、2ターン目に、暴れ物が出るので十分ですかね。その後のアクションがロナスならばちょっと悲しいですが、まあ、ここでエネルギーをチャージしていきます。まあ、だから岡井選手の手札が、クリーチャーパワー3のクリーチャーだけだったので、この暴れ者がしっかりそいつらを牽制してくれれば、さあこれで2個目のエネルギーを貯めて出して全てを使い切るという動きですね。ただこれ自体もね結局 3マナ3、4みたいな役割ですもん ね。単純にスペックがいいクリーチャーになっています。このハレルヤスリーブ何したらもらえるんですか。これは多分普通にお店で買えるような、買えないということは今コメントなんでこのスリーブが欲しいという方はお店にちょっと買えなかった気分そう伊藤選手チャンピオンとか引いたんですけど3マナ目がタップインなんですよ、ね、でしたね。さあそういうところも含めて冷静にすごい場ですね。両方ともカラーリング違うんですけどまずパワーさんが2ターン目にお互い出てるっていうただタカリアに突破されないのが暴れ者の利点になっています。ちょっと気づいたんですけど岡井さんゲームスピード全くずっと一緒ですね。
最近よく話題にしてるんですけど、ゲームスピードが一緒な人は手札が読みづらくて強いみたいな。なるほどなるほど。やっぱりそういうところで手札透けてきますかね。いやもう全然違いますね。やっぱレイドデュークとかそれがかなりうまいんですけど、岡井さんもこれは対戦相手としたら今何引いたとか全然わかんないでしょうね。すごい私事になるんですが、僕も高校生の時にその一緒にマジックやってた先輩に1ターン1秒でプレイしろって言われて、はい、会場で一番最初にスリップ出しに行けってすごい早くできるようにしとくことは結構大事だと思うんですけどね、はい、で当時それすごい頑張ってやってたんですけど、そのアドバイスの元々のスタートがなんか麻雀の早打ちだったらしくて高校生にやらせてみようっていうのを最近実はっていう話で聞いてすごいショック受けたんですけど今更いやそういうやっぱりそういうなんかいろんなところから技術持ってくるっていうのはまあありますよね。まあそうですね、ペース早くもできる方がいいと思いますけど、基本的にはずっと一定の方が、この段も岡井さんめちゃくちゃ選択肢があるんですけど、これはもう鎖回しでっていうプランですかね、岡井選手手札にコッパみじんもあるんですけど、はい、次のターンにコッパみじん温存しとくとコッパみじんプラスタカリア、手札のタカリアって動けるんで、このターンは3マナを使って次のターンにしっかり2回動けるように、この鎖回しまでは初手でキープしたカード、ここまでの戦略はしっかり持っていたということですね。まあ、もちろん、コッパみじん温存しとくことで相手が鉄用のチャンピオンを出してきた時もバッチリ対処できると。これ結局先ほど暴れ者のエネルギー貯めるだけに済んでしまったので1ターンのロスになってしまいますよね。そうですね、ここでこうなると基本的にもう、常にクロックを残している岡井選手の方が、ゲームのペースを握りやすい、このコッパミシンに関しましても赤黒を選択する意味というところにつながってきます。本当に強いカードですからね。ちょっともう先ほどのタイムロスを挽回するために暴れ者を出し続けるしかないんですが、暴れ者しか引いてない、そういうふうにも神には見えてきます。でも素直に鉄用のチャンピオンじゃなくてこっちってのは、対戦相手が除去を使った時の、リスクが一番小さい、まだ見せてないっていうところも加味してこういうプレーしてますよね。実際岡井選手の手札のリソース次第ですけど、この、まあ、もう一枚像が見えてる中で殴り続けるのは結構辛いものがあるので、さあこのターンも3-3先制攻撃に対しての3-4という受けが岡井にとってどのような障壁になるのか。ここはコッパで突破、これはもう想定していた動き、まずは一つということですね。そうですね、まあ、ただ暴れ者が見えている中でコッパー使ったっていうのはちょっと手札にまだまだあるのかっていうところですね。そうですね、余力があるのか、まあ、それともこういう状態を作りたかったのか、ちょっとライフで押しといて、さあ三度の緑地帯の暴れ者、これによってなんとか守りを固めたい挑戦者伊藤ですが、岡井の表情には何も映りません。ちょっと黒いコードが見えたので大災厄は持ってそうでした。他が全部土地にも見えたような、おーっとシャンドラ、さあここで除去される、これで6点、さあつらい、このシャンドラきついですね。相当今もう仕事も終えてますからね。ようやくチャンピオン出てきましたけども、これがどうなる、この手札本当にこの手札次第になってきました。これも除去、これには挑戦者打つ手なし、神岡井3連勝、すごい圧巻のパフォーマンスでございました。ちょっと墓地にみじんもあるのでそうですね、もう6点削ってしまえばっていうところまでは段取りはできていたというところだったんですが、あそこまでいっちゃうともういつか
墓地のみじんで勝てるってプランもあるので、いやーちょっとね緑白アグロという赤黒対策の専用デッキを持ってきたんですが、挑戦者全くお買いに対してすがることもできませんでした。一方的なこのスタンダードシーン神決定戦となってしまった。神を買い防衛です。